続いては新種牡馬の3区誕生の話題です。 G1 4勝の活躍を見せた名将サムソンの初子が誕生いたしました。特徴、性格、どんな様子なのかぜひご覧ください。名将サムソンを追ってくる。 200m 行った名将サムソン、さらに打ち出す沿いからドリームパスポートが追い込んできた。さらに2006年の二冠馬名将サムソン、名将サムソンを捉えるか。名将サムソン一着二冠達成。 G1 4勝を挙げ2008年に引退し種牡馬入り。初年度は101頭の種付けを行いました。名方法で二冠達成しました名将サムソン。待望の初子の便りはニーカップの経由牧場から届きました。天皇賞馬竹芝王を生産した牧場として知られています。名将サムソンの初子、ワイルドサバンナの2010。名将サムソンを受胎した母ワイルドサバンナは昨年10月に行われた繁殖馬セールで購入したそうです。代表の榊明彦さんにお話を伺いました。まずサムソンの子供が欲しかったなと。それから、サンデーの肌馬がいないもんですから、サンデーの肌馬が欲しいと。でなおかつこのボケっていうのはおばあさんのカナダのチャンピオン牝馬でカービーソングって、素晴らしい血統なんですよね。でそれにサンデーの肌だし、そして私の好きな名将サムソンがお腹に入っていると。これで何としてもこの馬を手に入れたいなと思いまして、それでセリに参加させていただいたと。現役自体の成績がやっぱり素晴らしいですからね。距離の長距離の適性もあるし、必ず3区にこの強さが遺伝したのが出るだろうと思いましたし、生まれた子馬も骨量もあるし、全体の体のバランスだとか足元とか節々とか、母親の遺伝よりもサムソンの遺伝が強いんじゃないかなって私は思ってますけれどもね。まだ生まれて1週間ですから、これから1ヶ月2ヶ月と青草が生えるまで順調に育っていってほしいなと。その後はもう秋になって離乳しますし、大事に育てて競走馬として競馬場に送り出してあげたいなと思ってますけどもね。名将サムソンは初年度が101頭種付けを行っているわけですけれども、今、ご覧になってね、どんな印象を受けますか。まあ、
名称サムソン、まあ、あのオペラハウスの参考になるんですけれど、そのサドラーズウェルズのこの参考としてはその軽いんですよね、うん、そのオペラハウスの参考自体が。で結局名称サムソン自身もレコードレカっていうぐらいのスピード能力もありましたし、そういう意味では日本の今の競馬に合っているサドラーズウェルズ系ということで、まあ、あの参考自体も、まあ、あの今見せてもらいましたけど本当いい感じのバランスに出てると思いますし、やっぱりこれからの活躍ってものがさらに見込まれるのではないかという印象があります、うん、あのオペラハウス3区といえばテーマオペラ王が、ね、いますけれども、そのテーマオペラ王にも共通して言えるのはオペラハウス3区でその幅がすごくあってトモもがっちりしてると。オペラハウスの、ね、大半って割と薄い馬も多いんですけども、走ってる馬というのはそのオペラ王、それから名称サムソンに共通して言えるのはがっちりした馬、まあ、そういった意味ではそのやはり種牡馬として成功する要因の中に馬格に恵まれてるかどうかというのもありますからね、うん、そういった意味では名称サムソンは非常にあの迫力のある馬体を持っている馬で、産駒の誕生これからね、どんどん、生まれてきますけれども、はい、注目が増してくるんじゃないかというふうに思います、はい。